角川俳句賞は、俳句総合誌、俳句が主催している、公募の俳句新人賞。1955年、角川短歌賞と共に創設。未発表50句が、選考大賞。俳人の登竜門として知られており、俳句界の芥川賞とも呼ばれる。2021年度の選考委員は、正木優子、二平勝る、小沢実、る、岸本直樹の4名。 角川俳句賞の受賞が決まった大学教員、清水義郎さん中日新聞、2013年12月10日、長官第15面。ただし、芥川賞は公募の賞ではなく、実際には賞の性質は異なる。関越氏は、苦衆にまとめられていない作品群を年齢を問わずに評価する公募部門での最高賞と考えるのが適当だろうとしている。 選考委員全員の票が入った、き付けざわ漠星に受賞が決定したが、作品の半数以上が揮発表作であったことが分かり、発表前に取り消しとなった。この件以降、未発表作に対する規定がより厳しくなった。麦青は、翌年に未発表作を揃えて、改めて応募し受賞した。岩田は、歴代最年少受賞者。以降、田中博明。 山口優夢、柴崎、左で男、岩田由美が続く。現在まで20代の受賞者は、この5人のみ。ありがとうございます。